はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。Yes. はい、今日は何でしょうか。名探偵コナンから、うん、あ、僕かじゃない、めぐれ警部まとめ。おい、いやいや、おいおいおい、僕かが顔出してたぞ今。いや、僕かの話してたからずっと。僕か顔出してた今、僕か、あ、いや違う、めぐろ警部まとめって言って、めぐろって言った、どう、うん、わかんない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 し、多分、うん、画面半分僕かです今見えてないけど、はい、いやだってちゃんとそれ撮るよって言うからちゃんと準備してきたよ、サングラスと帽子清掃なんだね、うん、それがね、これがもうフォーマットだからねコナンは絶対それで行くんだ、だからそうですね、うん、これでちゃんと準備しましたからね、うん、だから僕にメグレ警部の情報が全て筒抜けになってしまうという、はい、そういうことですね、えらいこっちゃ、うん、だから狙いやすくはなるよ、狙いやすくはなるからね狙いやばいや、狙いすわけよね、うん、メグレ警部は結構確かに、別に言うてもね、普通の警察署の方だもんね、だってね、そんな組織とかじゃないもんね、別にそういうはい、メグレ警部どうですか、はいはいはい、大好きですか皆さん。まあまあ大好きかって言われるとちょっとごめんなさいね、うん、まあまあまあちょっとはあんまり詳しくはないな、メグレ警部に関しては、まだ初歩的なことですね、メグレ警部ってどんな人なの、はいはい、っていうお話をねちょっと今日はしていきたいと思います。そうね、そうね、ちょっとあんま知らないわよ、考えたら、まあ事件現場にねやたら来てくれるっていうイメージしかない、やただ来てくれる、まあ刑事だから来なきゃいけないからねまあね、原宅まとめみたいにね、ちょっと簡単なまとめになりますが、うん、はいはい、行きたいと思います、はい、まず、うん、メグレ警部40代前半の年齢っぽいですね。あ、判明してないんだ。そうなんですね、なんか中森警部って方いるんですけど、 その人と同期ってことで、うん、まあこんくらいだろうと、うん、その人は41歳ですんで、まあ同期ぐらいだろうということで、うんうん、あ、同期というか、はいはい、同い年ぐらいだろうってことで、まあ、40代前半なんじゃないかということですね。はいはい、でこの人、警視庁刑事部捜査一課強盗犯捜査三系の所属、うん、すごい人ですね。で階級は警部ですから、そうよ、高いんだよ、ね、俺あんま分かんないよね、そこの階級が、うん、刑事より上ですよね、警部ってね、うん、巡査長、巡査部長みたいなね、警部本で ね、 ね、そうだね、うん、じゃあ偉い人、だ今回、うん、上あのなんだ、映画黒金のサブマリンでも東京からなんか警察の方来てくれるみたいな、うん、なんか警視長からなんか来てくれるみたいな時にかっこよくメグレ警部がこう出てきましたからね、うんすげえじゃん、代表、笑っちゃったんだよそこで、やっぱちょっとそんなに少数制だよね、しかもメグレ警部ともう一人ぐらいでこう二人ぐらいで来て、笑っちゃったんだよね、うん、そんなすごいんだこの人みたいな、だって大事件ですからあれ言うても、はい、はい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 、そこに来たの、そこに来た、東京代表で、ね、うん、警部は係長ぐらいのポジションらしいよ。でも全然だって警察官全体に 6% 前後しかいないらしいよ、約2万人。お、じゃあめっちゃすごいんだ、あ、リアルのね、そういう警察官の方と比較すると、はいはいはい、なんだって、すげえ、今その警察情報をウォッカーの人が教えてくれるすげえ絵面になってる気がするウォッカーって説明癖ありますからねそうだそうだ、そんなこともわかんねえのか言って説明してくれるから、あ、そうだそうだ、うん、説明してくれてんの僕、うん、6% ってすごくない、でも6% すごいね。で、まあもう体型は恰幅のいい感じですね、うん、で意外と口ひげがねこうシッとあるんですよね、メグレ警部、はい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 。でもうあれですよ、もうみんな好きなあの何色のコートっていうんですか、茶色、何色、うん、まあ茶色かね、茶色、黄土色、ね、うんうんうん、でね、あのコートね、連載の初期はもう夏でもコートをずっと着てたんですが、うん、まあどん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 ワイシャツみたいなちょっとセクシーな姿も見せてくれるようになってきましたいやセクシーか、まあそうかセクシーか、セクシーね、サービスショットを見せてくれるようになったとあんま求めてないけどなこっちは。でメグレ警部最初の方もですね、もうずっと帽子かぶってて、はい、まあ、今でも帽子ずっとかぶってるんですけど、うん、実はそれが理由があるんですけれどもね、うん、それはまあ後で話したいと思いますが、はい、で今帽子ね、ああいう帽子なんですが、昔警部補だった時代、うん、まあちょっと警部のちょっと前ですね、うん、ハンチング帽をかぶってたと、うんうん、え、ハンチング帽、うん、昔ハンチング、今はまあああいうなんかちょっとキシッとした帽子ですけど、うん、はい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 、昔はハンチング警察、あだ名ハンチングだったんでしょうね、うん、刑事とかってジーパンとかさ、そういうあだ名ジーパンデカとかあるけどハンチングだったんですよね、ハンチング警部いやなんかハンチング警部だったの、警部補ね、その時はまだ警部補だったんで、ハンチング警部補やだな、なんかちょっとでもともと毛利小五郎っていうのは刑事だったんで、うん、その時の上司でもあります、あ、
なるほど、うん、そうなんだ、俺そこが知らなかった、うん、そうなんですよ。あ、もともと警察なんだ。そう、こっちは刑事なんだ。刑事。ああ、うん、だから今でもまだ警部殿っていうね言い方をするって感じですね。そうそう、だから部下なんですよね、小五郎は、うん、はあはあはあ、なるほどなるほど。だから慕ってるんですよ、めぐれ警部を。うん、そのなんかさ、また君かっていう感じじゃないんだね。でも、まあ、結局言ってるイメージもありますけど。言ってるか、言ってるか。最初の方は言ってたんですけど、もう言わなくなってそうですね。うん、もうさすがに言わなくなった。だいたいいるからな、事件のところにも。そう、ね、セットでいるからね、うん、セットだから。で、名前はですね、ジュール・メグレという人のから取っていると。あの推理小説の主人公、うん、警視、そっちは警視、それも警視庁の警視系な、ジュール・メグレっていう推理小説の主人公の人から名前を取って、メグレ警部と。なるほど、なるほど。そう、みんなね、コナンとかね、いろいろやっぱそういうの人ついてますから、うん、で、メグレ警部ですね、下の名前ご存知ですか？わかんない。Kさんは分かる？メグレ、うん、分かるよ。うわ、やっぱ分かるんだ。何ですか、Kさん？え、メグレ重蔵じゃなかったっけ？うわ、すごい、重蔵これ結構重厚感あるね。これがですね、しかも、うん、あの14番目のターゲットっていう劇場版の2作目ですね、うん、で判明したんですけど、この14番目のターゲットっていうのは、犯人があの数字ついてる人を狙うみたいな、はいはいはい、と毛利小五郎とつながりがあって数字ある人を狙うみたいな、なんかそういうのがあったんですけど、重蔵はその時判明して、13って書くんですよ。あ、もう完全数字なんだ。そうメグだけ完全に数字なんだ。なんかこのために使われた感じはありますね。そっからもう完全に重蔵になった感じはありますけど。なるほど、映画で決定された感じ。そう、全部ね、はいはいはい、数字が入ってる。アガサ博士で、うん、なんかあれ11とか、博士の背で11とか、なんかね、そういうのあったりしきやしたんだよな、漢字のね、漢字、あの死っていう字がね。そう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 、毛利小五郎で5とか、工藤新一1とか、なんか、うんうん、それで、まあ、重蔵が13っていうね、ストレートに、うん、はいはいなってるわけですね。なるほどね。ではじゃあ劇場版何作品出てないでしょう。出てない、うん、出てないの、あんの、あんのか。あ、むしろ、え、今何作目、今何作目だっけ。この辺計算の方が得意よ。25とか6じゃなかったっけ、うん、まあそんぐらいあるんだ、うん、出てない。いや、ほぼ出てるんじゃないの。ほぼいそうだけど、なんならコンプリートしてんじゃない。フル予想ね。うん、いや、でもちょっと合いそうなんだよな。じゃあ、うん、重蔵だから3。重蔵の3、ね、3出てない。あとほぼ出てる。うん、でももう3ぐらい。じゃあ、でも分かんない。じゃあ5ぐらい、5ぐらい。5ぐらい。正解2です。2! めちゃくちゃすごくて。ほぼ出てる。出てんじゃん。しかも2人がちょっと見たことある、カラクレナイのラブレター。まあ、高橋さん見たことあるって言ったよね。はいはいはい、比較的最近というか、まあ、ちょっと前ではある。うんうん、え、あれ出てなかったっけ、うんうん、そこまでずっと出てて、からくれないで出てないです。ああ、そうなんだ。あれ出てないんだ。あ、じゃあ俺結構レアな回見たんだ。そう、うん、映画館で見たら分からない。あれ出てないんだ。あれ警視庁管轄じゃないのよ、やっぱあっちでやってるからさ。まあ京都の方だからね。西のやつだからね。とはいえ西のやつでも出てるやつは出てんだけど、はいはいはい、出る時出るじゃん、たまに。ね、来るんだ、西から。そう、なんかね、西までなんか出るよね。で、根性のフィストってやつにも出てないですね。あ、そっか、あれシンガポールだから出てないか。詳しいわ。さすがに詳しいな。最近映画見まくってるから。あれ見たから。あれ見たから。詳しいな、おい。なんそんなことも知らないのかってね。教えてくれるね、今日も。あれ見たさ。はい。で、まあ、もう作中で最も登場する警察官ですね。うん、まあ、でしょうね、うん。そういうことだよね。東京で起きればほとんど来る。ただし白鳥警部とか、まあ、佐藤宮子さんとかが来ることも多いと、うん、はいはいはい。ただ、まあ、もう一番出てますから、出てるイメージあるね、うん、で、部下からの信頼も厚く、鬼警部というね、うん、呼ばれ方してると。もう鬼すごいよね。工藤優作とかから、うん、まあ、鬼警部、工藤優作ってあの工藤新一のお父さん、お父さんとかがもうつながりあったりするんだけど、はいはい、鬼警部と呼ばれてると。そんな怖いんだ。うん、なんかこう犯人に対してその意外と正義感がめちゃくちゃ強いんで、うん、他人をこう巻き込んだりする人に対してこうね、厳しく結構言ったりするっていうね、うん、いい人なのよ、信頼が厚いんですよね、うんうん、はいはい。がまあこんな人ですね。まあこれがまあ大体メグレ警部という人でございます、うんうん、ではね、じゃあなんで帽子をかぶっているかと、うん、はい、実はね、ある事件に関係するんですね。うーん、事件、なんか悲しい過去ある系。いや、正解です。悲しい過去ある系なんですね、実は。まあそこまで悲しくはないんですけれども、え、うん、実はまあある事件が絡んでると。
昔ですね、うん、まあ帽子ずっとかぶってたんですよ。なんか10番目のターゲットでも、はいはい、傷負って入院してる時でも帽子かぶってて、うん、で少年探偵団は、きっと頭薄いんだぜとか、うん、大きいがコブがあるのかもしれませんよみたいな、まあ光彦とか言っててね、言ってたんですけれども、実は過去に頭に負った古傷を隠すためだったわけですね。はいはいはい、約20年ほど前に起きた連続ひき逃げ事件、怖いですね、うん、で友人を失った女子高生がいたわけです、うんうんうん、でその女子高生がおとり捜査を買って出たんですね、うんうん、友人一人失った復讐何としてでも捕まえたいと、うんうんうん、まあ、女子高生ばっか狙う人だったんでしょう。でその彼女をまあおとり捜査にも使うことになったわけです、本当に。しかしその彼女を守るために一応やっぱ守るね、護衛は必要ですから、それはメグで警部がなったわけです。で犯人はメグで警部とその女子高生2人を引き殺そうとしたわけですね。で結果2人はそれに巻き込まれて重傷を負ってしまうと。本当にやられちゃったんだ、おとりじゃなくても。しかもまあ捕まえましたけど、でメグで警部は頭に傷を負って、その女子高生は全身打撲を打ったんですが奇跡的に今助かったと。ではい、この事件がきっかけとなり、その女子高生とメグレ警部は後々結婚することになります。めちゃめちゃすげえ話じゃんこれ。めちゃめちゃすげえ話。それが今の奥さんの緑夫人という方でございました、うん、めっちゃいい話。そうなんですよ、うん、でコナンっていう男はやっぱ冷めてますから、この真相を聞いた時にですね、うんうん、あの頭の傷隠してる理由、もしかしたら奥さんとなれそれを冷やかされたくないからじゃないのみたいなこと言ってますね、コナンって。コナンってやっぱいやコナンそんなこと言うキャラだろ。光彦みたいなこと言ってない。コナンってたまにこういうちょっとなんかちょっと冷めた部分ありますからね。こんな言い方してた。おちゃらけてんじゃんちょっと。っていうね、こういう事件があったんですね。はいはい。だからその傷隠して帽子かぶって。そうなんですよ。まあ傷をね隠したいということで。初めて知りました。初めて知ったよ。だから俺ハゲてんのかなとかもちょっと思ったけど。ほぼ元太なんですよね。うん、そうそう。高橋さんの考えは。そうそう。そうそう。うな丼うめえって言ってるのと一緒だから俺。大体ね、うな丼うめえって言ってる人と一緒です。昨日ちなみにうな丼食いました。美味しかったです。あのくら寿司のくら寿司のあの、売ってるくら寿司食べました。うな丼だっけ。うな丼美味しい。はい、ほぼ元太です。だから今日元太として参戦してます。今日はこっち側。元太と僕かの。元太と僕かで。でまあ今ではもうまだ結婚していると、はい、でラブラブなんですよこの二人、目黒警部と緑夫人っていうのは、うんうん、いいですね、家だともうとにかくラブラブ、うんうん、でいくつになっても甘えん坊でと、もうずっと甘えん坊なわけでございますね、目黒警部も。あ、そうおじさんの甘えん坊状況なんだけど恥ずかしいいいでしょ目黒警部、うん、いいじゃん、うん、っていうのがまあもう慣れ初めですね、いろいろ、うん、はいはいはい。では目黒警部、うん、ダメなとこをねいろいろ言っていきたいと思います。いや急に急にダメなとこ言っていくの、いや急に始まったらメスを切り込んできたけど急にではダメなとこ言っていきたいと思います。いいとこ先いっぱい言ってたんだから、ね、もういいとこは終わったと、こっからダメなところもう終わったんだ。すげえな、何そんなダメなとことかあるのやめてよ。何やっぱ目黒警部あの5人逮捕しそうになることが非常に多いですね、うん、あ、そうなんだ。やっぱ、結局小室のおじちゃんを信頼しきってるんで、うん、小室さんがあのコナンにやられてない時って結構適当なこと言って、はい、すぐ調べろみたいなことをすぐ言っちゃうんでなるほどね。その後止めたりするけど、うん、コナンが、はいはいはい、もう危ないのよね、やっぱずっと5人逮捕しようとするんで。まあ、ね、まあ原因は小室にあるよね、だから小室が全部自分の手柄にしてるせいでだよ、ね、そうですね、ややこしいな。本当はコナンがやってんのに、うん、それを自分のにしてることによってそれで得た信頼を利用してることがまあまあ原因だわね。そうですね、まあね、まあ、それが思うんですよ、ね、だから自分で全然推理しないってことだね、めぐれ警部ね。したですの、あんま見たことないんだから。確かに確かに、めぐれ警部やってるとこあんまないか、全然推理しないよね、うん、確かに、うん、まあ、推理は全部心任せ、推理はしないのかな、うん、わかんない、うん、ほとんどないよね、うん、ねえ、イメージ確かに。でもまあさっきの、うん、あのひき逃げ事件とかはめぐれ警部がその車ナンバーを覚えてたとかで事件解決になったりしたんだけど、うんうん、はいはいはい、でやっぱ肉体派、頭を使わず俺は自らぶつかって当たっていくぜみたいな人なんでしょうね、うん、はいはいはい、なるほどね、なんかそういう感じなイメージあるんですよ、ありますよね、根性の根性の感じ、ね、根性のとこですからね、うん、なんかイメージそんな感じある、うん、
で、あともう機械音痴、うんうん、あ、そうなんだ。そうなんですね。パソコンを立ち上げるとか、うん、そういうのもわからない、うん、ボタン1個立ち上げるってワードもわかんないからボタン1個なんか立って持ったりするとかそういうことしてたんですよ、うん、立ち上げるってやばパソコン持って立つとみたいな。いや、めっちゃおもろいじゃん。ゲームめっちゃお茶目。電源を落とすとかも武闘派なんで、こう、うん、プラグかコンセントを一気に抜いて落としたりとか、うん、おいやめろぶっ壊れるぞおい。めぐれ系がやっぱりもうダメなんですよね。機械音痴だね、うん、それはすごいね。今もうやばいでしょ、うん、操作でもパソコン使うでしょ。そうなのよ。で最初携帯電話も苦労して、うん、まあ使えるは使えるんです。苦労したりで今はスマートフォンになってるんですけど、うんうん、やばい。飛行機がね飛び立つ時離陸前にスマホの電源どうやって切ればいいのみたいになって、うん、はいはい、まあまあむずいか、うん、知らなきゃむずいな。高木さんに教えてもらったりとか、うん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 、そういったねいろんな部分があるわけですね。機械音痴なのが、うん、すごいね。そうなのよ。ちょっとそれなのに最新作なんか機械めっちゃ絡むとこに堂々と現れてる。いや本当そうですよ。かっこよかったよねあの登場。めっちゃかっこいいじゃん。かっこかわいいんだ。だからお茶目なんだね、うん、だからね。いいね。でさらに物もあんま知らなくと、うん、あのストラディバリウスみたいなの聞いたことあるでしょ。あのバイオリンのさ高いやつわかる、うん、ああ分かんない。あじゃ あ, あのレベルですね、うん、あのめぐれレベル、うん、めぐれレベルめぐれレベルだったわ。1億円ぐらいのバイオリンよ、うん、はいはい、うん、あ名前は知らないけどそういう存在があるみたいなのはなんかニュースとかでもね、うん、たまにあるよね。そうもうそういうので、うん、もうそのもう存在も知らなかったりだとかね、うん、はい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 、なんかねもういろいろものも知らない部分があったりとか。そうなんだ。もうだから刑事一筋なんだね、うん、だからもうね犯人逮捕一筋。そう犯人逮捕一筋ってことは拳銃の腕とかめっちゃすごいんだと思いますよね、うんうん、すごくないんですめぐれ警部。拳銃も苦手。拳銃も苦手なの。そこはちょっと本職に意外と支障きたすな。白鳥警部っていう人もいるんですけど白鳥警部も苦手だと、うんうん、だからなんでなんで二人してメインどこじゃんコナンの。小物は得意なんですけどね。小物はすごい得意なんだよね。あ得意なんだ。でも今はもう使えないもんね。だって多分ね立場的にはね、まあ、今は探偵だから別に使えないから。ダメでしょ、ダメでしょ。まあ昔その部下いた時の多分腕を認めてるって感じですね、うん、なるほどなるほど。そうなのよ。苦手なんだね。苦手だからもう武闘派だよね本当に。もう柔道やってんじゃないだから。柔道か剣道とかの武道か格闘技やんなきゃいけないじゃん警察。あそうなんだ。だから武闘派でね完全に柔道な感じなんじゃない、うん、だから重量級だもんね。とにかく絶対柔道だよ。防御力が高い人でございますね、うん、だから防御力っていうのはそんな、RPG みたいな。さっきの劇場版14番目のターゲット、うん、先ほども言いましたけど、うん、数字ある人を順番に狙われていくと、はい、ジョギング中に犯人ボウガンでお腹を撃たれました。ボウガンよやばいよ、うん、やばい。でさらに漆黒のチェイサーという映画、うん、ナイフで腹を刺されます。しかしですね、まあ、自分太ってるからあんま効かないんだよ的なこと言ってました、うん、その皮下脂肪がめちゃくちゃ多いから他の人より平気なんだよって言って命に別状はなかったという。強すぎるやん。だからねもうき防御力すごいのよこの傷も。まあ結構大ダメージ受けてんだけど、うん、かなりこうなんでしょうね防御力の高さって感じですね。ではガーラか防御絶対防御ガーラとほぼ変わらないぐらいの防御力という感じですね。いや嘘砂のオートガードも一緒ナルトのオートで砂でガードされる砂の鎧それとまあほぼ一緒ですねと一緒なの、うん、すげえじゃん風影レベルってこと。風影レベルですねすげえやってんだじゃん5人のうちの1人レベルなんだ、うん、っていう、まあ、そういう凄さもあるっていう感じですねめぐれ警部すごいね、うん、でやっぱまあ何がとにかくすごいってなったらやっぱこの責任感の強さですね、うん、部下の失敗とかは全部いや、まあ、自分が責任を取りますよみたいな、うんうん、あかっこいい。佐藤警部方からはまあお父さんのような存在みたいな、うん、もうすんごい慕われてる、うん、もうだから鏡ではあるって感じですね、うん、そうね、うん、なんかうんかっこいいわ警察の人としてなんかすごいいい人だねいい人でございます、ねうんうんうん、という、まあ、こんな感じですかね簡単にめぐれ警部大体分かりましたどういう人かっていうのはいや分かりましたね、うん、ケイさん映画見てきてなんかめぐれ警部の好きなシーンとかありますか、うん、えぇ、ー、結構見てますよね最近は最近もだって個人チャンネルはもうコナンチャンネルだよねコナン映画チャンネルだから ね、 ねほぼ結構確かに原作じゃなくてねねえでもねあんま印象ないんだよね、うん、かわいそうなんかいるんだけどなんかはいるんだよポツンといるし、うん、いるんだけど、うん
なんかあんま印象ないよね、でもね。なんか印象ないっていうか。かわいそう。なんかね。こんな頑張ってんのに。うん。まあでもまあ大活躍するようなキャラでもないよ ね。だから立ち位置的に ね、あの物語の上でやっぱ必要なな、あの立ち位置のキャラクターであるけど、確かに問題解決しましたはやっぱコナンですね。犯人追い詰めましたね、コナンとかやっぱランネどうしてもそっちとか、やっぱ作品は盛り上がるからね。あの、なかなかめぐるゲーム解決するっていうのはあんま見たことないからね。そうね。確かにそういう回あんの？ないの？コナンが1回ぐらいないの？眠らせるってこともないからね、あんまりほとんど多分1回もないんじゃないかな。確かに。その子の方がね多いから。そう確かにそうか、うん、めぐる警部寝ちゃったらもう職務放棄になっちゃうから、やばい。確かに。ね、現場で寝てたってなったら多分やばいだろうしね。だからコナンもそこは人を選んでる。やっぱり。はい、まあそんな感じでございますね、はい、かっこいい男でございましたね、はい、うん、ちょっと好きになったな。そんなかっこいいとかあんま言えてないですけれども、うんうん、なんかかっこいいのとやっぱお茶目のそのギャップでね、うん、そうそうそう、やっぱお茶目の部分ありながらのちゃんと責任感あるってやっぱかっこいいなと思った、うんうん、はい、今日もありますし顔に、はい、ということで今後もね、うん、はい、こういったちょいプチキャラのコナンもねいろいろまとめていきたいと思います、うん、見たいですね、はい、ぜひまた見たいぜって方高評価お願いします。はい、はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。メインちゃん、タビちゃん、そしてケイさんの個人チャンネルもチャンネル登録お願いします。はい、次も見てください。シャンダシャン、またね。ウォッカの見た目だけど、ずっとちゃんと計算。兄貴。あ、最後来た。